生で見てほしかった理由が、お客様を集める以外にもう一回あります。テレビで紹介されました。そのせいで磁石だと疑う人がすごく増えました。見てほしい。くっつかないでしょう。磁石じゃございません。そしてコップの中身も空っぽです。このコップでサイコロを勢いよく振っていきます。よく振って、そしてコップを止めます。いきましょう。皆様の拍手は合わせて今やればできるじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、そんなに盛り上げてくれるんだったら、これ覚えてるから世界の果てまで行ってくるという番組の中で、みやぞんさんという我々芸人さんが挑戦したのと全く同じものです。ただ1点だけ違うポイントがあります。みやぞんさん海外で2週間練習しました。その結果本番で立つのコースが全部で、全部でなんと6個だったんですよ。まあ、不運だよね。不運だよ。分かってる。でも今日は皆様盛り上げ上手、もっと喜んでもらうため、もっと驚いてもらうために、さらに数を増やします。今日は全部でなんと7個に挑戦。地味に超えた。こっちから拍手が出て、こっちでやります。待て、お手本見せて、こっち側の勇気貸して。7個に挑戦します。いくよ。7個に挑戦します。7個に挑戦します。だいぶ恥ずかしいのは分かるんですけど、見てほしい。27歳、もっと恥ずかしい格好で頑張ってくださ。ちょっと待って、分かった。そんなに家がもらえるんだったら8個でいこう。ちょっと待って、8個に増えたよ。ただごめん、聞いてもらっていい？8までは本番のショーでよくやってて 100% 成功します。10ってこの筒で立てられる限界の高さ、何が言いたいか心配のリスクがあります。それでも10個が見たいですか？じゃあ失敗しても文句言うなよ。よし大丈夫、それだけ応援してもらえるんだったら精一杯頑張りましょう。10個ただマジで難しいんで、ちょっと僕が静かになります。集中して1個ずつ、1個目、2個目。見えなくて地味なんですけど、音聞いててください。3個目、4個。ちょっと待って、10までそのペースでいくのみたいな顔はやめよう。OKOK 分かった。スピードアップでいく、スピードアップでいく、スピードアップ。5、6、7、8。落ちて10、 OK。 いつも難しいな。ここから筒が止まる瞬間にご注目です。筒を止めます。一発で成功させて頼む。ちょっと待って、確かに嫌な音した。でも後がやめよう。開けてみるまで結果わかんないで開けます。もしうまくいってたら今日一番の発火。こっからもありがとう。で、今からここが盛り上がるのが、ここが2センチ空いたぐらいの瞬間で、そこだと見えないと思うんですよ。ライト光ってる場所、皆様のためにさっき向こうの桜の木から持ってきました。そのライト光ってる場所まで来てもらえると全員で見れると思う。もうちょっと前来て大丈夫ですよ。後ろの方ももうちょっとだけ前来てもらえると、 ありがとうございます。お兄さん、お兄さんのおかげでリカバリーが完了しました。それでは大丈夫、これ以上子供たちは出なくて大丈夫だな。こっから本当に危ないから。俺だけや。寒くないかって？寒いよ。よし、5、3、2、1、10個。暑いな。よし、行こう。オープン。完璧です。最後は大変お待たせいたしました。参りましょう、本日のメインパフォーマンス、ラストお付き合いください。しかもこんなに盛り上がってもらってるんで、乗るだけで終わりにするのはやめました。もっと頑張ります。上に乗って3本のお手玉まで、お手玉まで、お手、お手玉まで頑張ります。待って、さっきまでもっと言えなかったのに。
兄さんこれ持ってもらっていいですか。急遽なんですけど、あのもっと盛り上がるために今からお兄さんと二人で頑張ることにしました。聞いて聞いて、今から俺あれに乗るんですよ。乗ったらきっと拍手が来るんですよ。その後お兄さんにお願いしますって頼んで、その一本ずつ僕に向かって投げてもらってもいいですか。よろしくお願いします。そうその映画聞きたかった。ただお兄さん、僕が立ち上がる瞬間が一番楽が多いです。僕がお願いしますというまではその場でお待ちください。さあでは行きましょう。まずは僕が乗るところから行きます。あのすいません、もう乗ってるんですけど。待ってたよ、待ってた。 OK です。ちょっと待って、お兄さんの出番なんですが、あんまりに横すぎて、すいません、センター出てきてもらってもいいですか。皆様、お兄さんに大きな拍手をお願いします。お待ちしておりました。初めてですよね。さあ、一本ずついきます。僕の一本目、こっちにお願いします。どうぞ。お兄さん、ちょっと待って、経験者ですか。めちゃくちゃうまいじゃないですか。普段投げられないってネタで3分ぐらい使うのに。2本目場所変わる。マジでうまいな。こんなにうまいんだったら絶対に失敗できないところに行きます。ははこっち側のスピーカーが落ちましたね。OK、大丈夫、片方のスピーカーで頑張ります。ラスト3本目の歌決まったら、もっとお兄さんに大きな拍手をお願いします。それではお兄さんいきますよ。スリー、うわー、どうぞ。レッツゴー。ちょっと待って、お兄さんのトスも完璧だったけど、僕のキャッチも完璧、そして皆様の盛り上がりも完璧でございます。こんなに完璧に盛り上げてくれるんだったら、もう一個だけ僕から皆様に見てもらいたいおまけパフォーマンスがあります。ちょっと付き合ってください。ただその前に治るか分かんないけど、中断か。よし、1回か。ラスト、おまけパフォーマンスで説明させてください。バラバラのブロックと、そして板を使って高さと難易度が上がります。もう一段。そうその A みたいな声が欲しくてこれやるんですよ。ラスト、グラグラガタガタ、この上での、いやマジか、やばい、子供の声しか聞こえないんで予定を変更します。そうそれそれ、もっと聞かせて。ありがとう。ラスト、皆様の応援に感謝してこの上に乗っていきたいと思います。ただちょっと待って、乗る前にやっておかなきゃいけないことがあります。ルーティン。あ、すげえ、おー、すげえ。こんなに余裕できるとは、ありがとう。そしてこれ乗ってしまうと残り1分で終わりです。それとちょっと見てもらって分かる通り、
本当に暗い中でやるのが難しい大技なんです。なので万が一の事故が起きてしまう前に、ここで応援をしてくださってる皆様に先に1個だけ僕から伝えておきたいことがあるんです。聞いてください。僕から皆様全員への大切なメッセージがあります。It's been a long time. なぜか笑われましたが、自己紹介です。聞いてください。僕の名前です。大道芸人のかかしと言います。今日は神奈川県の相模原市というところからやってきました。よかったら名前覚えておいてください。この名前で検索してもらうと Twitter とかブログとかいろいろ出てきます。特に Twitter 頑張ってつぶやいてるんですけど、全然フォロワーさんが増えないんで、フォロワー様を増やすためにも1個頑張ったことがあるんです。その僕の頑張りもついでにご覧ください。こちらです。伝わんねえ。これ僕のツイッターの QR コードなんですが、印刷ありません。カッターナイフでプラスチックの板切り抜いて両面テープで貼り付けて作った僕の手作りの QR コードです。よかったら読み取ってみてください。うまく読み込めたらマイヤーズフォローよろしくお願いいたします。そしてもう一個ラストことになりますが、本当にどうなるか分かりません。ただ最後まで一生懸命頑張ります。そして一生懸命頑張った結果、うまくいってても行ってなくてもその結果には関係なく、終わったら真ん中の前の方、この辺で笑顔で帽子を持って皆様から何かを待ってます。こんなに静かになると思ってませんでした。いや、こういうと冗談っぽくなってしまうんですが、僕たち大道芸人皆様お一人お一人のお気持ちによって大道芸仕事として続けることができます。子供たちは本当に気にしなくて大丈夫です。世の中にこういう仕事があるよってことだけ覚えて帰ってください。その上で大人の皆様聞いてください。世の中にはこういう仕事もあるんです。それを踏まえていただいた上でラスト、本気で頑張ります。本気で頑張ります。こいつ頑張ったなと思ったら、その気持ちできればできればこういう形のやつをですね、四角いやつ折りたたんでから、お疲れって出てってもらえると、その皆様のお気持ち、僕の次の勝利とつながっていきます。まだまだ分かんない仕事、初めて7年目になりました。これ一本で頑張ってます。皆様のこの仕事へのご理解ご協力どうぞよろしくお願いいたします。それでは大変お待たせいたしました。ラストこちら、精一杯頑張ります。皆様も最後まで戦い応援どうぞよろしくお願いします。ありがとう。ちょっと待って、ちょっと待って、皆様に聞きたいことがあります。本当に僕を最後まで応援してくれますか？スルフ。ならちょっと待って、もう一個、もう一個上に乗って挑戦したいのがあるんで、最後までやらせてください。ただこれに関しては本当に挑戦です。大道芸をというものに今から7年前、20歳の時に出会いました。当時はボール3つのお手玉もできなかったけど、練習を続けて今は挑戦という形ですが、この高さでナイフ3本のジャグリングまで皆様の前で披露できるようになりました。最後はそんな僕の限界の技、ご覧ください。子供たち、子供たち、このタイミングでこれが本物かどうかはさほど重要ではない。ちなみに言っておく、本物、アメリカのサーカスの会社から取り寄せました。届くまで半年かかりました。半年でえーって言ってくれるんだったら、出した時もうちょっとえーって言ってほしかった。こっからおふざけなしでいくよ。よし、行こう。とりあえず乗ったら成功なんで、乗ったら大きな拍手お願いします。落ちた時はパフォーマンスありません。状況見ていただいて、ダメそうだったらすぐに大道芸担当の本田というスタッフを呼んできてください。多分あの辺に立ってます。よし、行こう。待って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 、やめて。嬉しいな、その歓声は嬉しいんだけど、一番大事なタイミングでびっくりさせるのやめよう。大丈夫、でももう今のその感性が来るってのは分かった。 OK。 ごめん、一気に怖くなってきたんで、一回大きく拍手してもらってもいいですか？ありがとう。
挑戦はあともう一歩いきます。3手拍子ありがとう。ちょっと待って今帰る待って待って、ここまで応援してくださった皆様にもう一個だけ僕から挨拶をさせてください。僕たち大道芸人コースターズを皆様の前で披露するために毎日たくさん練習してます。ただどんなに練習してもショーが始まるときいつも僕が一人で喋るところから始まります。僕が喋ってるだけでは大道芸はスタートができません。皆様の拍手歓声で初めてスタートして、そして皆様全員の応援のおかげで練習の成果出し切ることができました。本当に皆様最後まで応援ありがとうございました。ありがとうございます。そして大変お待たせいたしました。お会計のお時間でございます。ここで笑顔で待ってます。こいつ頑張ったなと思ったお客様、ショーの評価としてお気持ちよろしくお願いします。子供たちは一回パパとママのところに戻ってもう一回遊びに来てください。変わらない笑顔でここで待ち続けてます。それではもう中に入ってきてしまって大丈夫だと。おお、お兄さんいいですか、手伝ってくれたのにありがとうございます。皆様よく見てください、お手本です、参考にしてください。ありがとうございます。あ、いい、本当に子供たちは自分のお小遣いから遊んでて、あ、お母さん後ろからありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。でごめんなさい、あの大人のルールのせいで僕が戦火の向こう側に取りに行くことができないで、あの、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、いやありがとう、お願いします、ありがとう、いや動かしてる、いやありがとう、ありがとうね、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ありがとう、あ嬉しいです、ありがとうございます、みんなありがとうね、いやありがとう、いやありがとうございます。これ1日6時間やって10日間かかったよ。イエーイ。